はいどうも、風太郎です。本日のちょい飲みですが、こちらジャン、ペヤング焼きそばホルモン入り甘辛味噌味、これをちょっとコンビニで見つけたので買ってきました。ホルモンを見たら食べたくなります。私ホルモン女子。はい、飲み物の方は今日はこちらをいただきたいと思います。札幌のゴールドスター、アルコールは 5% です。こちらもビールではなくてリキュール発泡性というやつですね。1本120円ぐらいで売ってるのかな。はい、こちらを買ってきたので今日はこれを飲みながらペヤング焼きそばホルモンいただきたいと思います。ではまずは中身ちょっと開けていきたいと思います。ここから開ける。はい、中に入っているのは、こちらの火薬ですね。ペヤング火薬、これホルモン入っているのかな。あ、ホルモンっぽいものが入ってます。そして、後でかける焼きそばのソース、中はこれだけですね。はい、では、具を入れて、ちょっと湯を入れて3分間作っていきたいと思います。いってきます。はい、3分経過しました。出来上がりです。ペヤング焼きそばホルモン入り甘辛味噌味、こんな感じです。こんな感じ。はい、ペヤング焼きそばホルモン入り、こんな感じです。ちゃんとホルモン入ってます。小さいですけどもね、ホルモンの方はしっかりとちゃんと入ってます。はい、ではちょっといただきたいと思います。はい、ホルモン焼きそば行く前に札幌のゴールドスター、こちらを行きたいと思います。はい、ではまずはこちらで喉を潤したいと思います。乾杯。めちゃくちゃ飲みやすいです。美味しいです。美味しい。ではペヤング焼きそばいただきたいと思います。まずはホルモン取っていただきます。でこちら色はですね、ソース焼きそばよりものすごく薄いです。でも甘辛味噌味、ちょっといただきたいと思います。匂いはすんごくいいです。美味しそうです。いただきます。ペヤングの甘辛味噌味、もっともっと濃い味かと思いましたが、色と同様に味はあっさりしてます。これ美味しいです。甘みもあってすごく美味しいです。ありです、ありです。小さいけれどもホルモンです。ペヤングのホルモン入り焼きそばですが、カロリーは534キロカロリー。最後です。はい、ペヤング焼きそばホルモン入り甘辛味噌味、完食です。そして札幌ゴールドスター、美味しくいただきました。ごちそうさまです。